武田信玄、上杉謙信一騎打ち像長野市や渡、原始石公園や他社境内川中島古戦場は、長野県長野市大島田町にある、越後、上杉正虎大会の、武田春信軍による川中島の戦い、第四次合戦において、武田軍が本陣をこの付近に置いたと伝えられる。川中島古戦場とはいえ、この地で戦闘があったわけではなく、 武田軍が勝ち時を挙げたとされる八幡社境内と打ち取った敵将兵の首実験を行ったとされ、周辺の広い田畑の中に残されていた首塚や三立七立跡の石碑が散在していた。また、実際に両軍が激突した最前線はこの地から2から3キロメートル正方に当たるとされる。現在の南長野運動公園と、 国道18号篠ノ井バイパスを挟んだ西側には、合戦場の地名が残り、こちらの一帯が激戦地であり、最前線であったことを物語っている。川中島古戦場は1969年、NHK 大河ドラマ、天と地と放映の前後ごろから、一帯が公園化整備された。八幡原子石公園内には、石碑の遺説、馬に乗った謙信と見られる武将の剣を信玄が、 軍配で不正だという紅葉軍艦の記述に基づく銅像が建てられて、長野市立博物館も建設された。この博物館の建物は、その後1981年地方都市にあっては、珍しい日本建築学会賞作品賞を受賞し、同年に建設賞から、全国公共建築百選にも選定された。現在は、善光寺と上信越道長野インターチェンジとを結ぶ、 道路に接していることもあって、観光名所になっており、八幡神社参道には土産物屋が並んでいる。八幡社の鳥居の前からは、上杉軍が布陣したと伝えられる、最上さんが望め、その背後に、上むり山がそびえる。地域在住者らによって、川中島の戦い語り部の会という、ボランティアグループが結成されており、八幡社境内での、ガイドが得られ、公越合戦の開設などもしてくれる。 八幡原子石公園前の長野県道35号、長野真田線上に、アルピコ交通の川中島湖線上停留所がある。長野インターチェンジへのアクセス道路であることもあって、アルピコ交通が関わる高速バスのうち、当地を経由しない、妙高高原線を除くすべての路線が停車する。一方、長電バス運行の高速バスも新潟方面を除きすべて停留所を通るものの、 停車はしない。ありがとうございます。